28番手40番東川航平、そしてセカンドチャンスヒートから勝ち上がってきました29番千葉正孝、20番横山弘樹、そして15番の平木礼二、23番白石優太、51番沢田寛治、以上の33台によります今シーズンのラストレース FP ジュニア決勝ヒート、スタートは切られるんでしょうか。スタート。さあ山内美優、関大湯都市機械山内美優が入った。上位のドライバー回った。上位、これは福島優太でしょうか。紅色のヘルメット1台回ってまいりました。さあそれ以外にも再スタートを切っているが止まってしまったカートもあるようだ。さあ下り 25R、 トップは山内美優に変わりまして、大湯都市機が上がっているか。3番手に林周平がいます。3番手に林周平がいる。4番手以降が変わってしまったようですね。4番手5番手あたり以降は変わってしまっています。トップ大湯、2番手に山内、3番手に林、そして4番手争いが今三つ巴で最終コーナー立ち上がってまいります。さあ4番手にはカーナンバー16番をつけています吉田京、5番手に林、6番手山川ジュニアがインサイド飛び込んでいく。山川ジュニアワンポジションのアップ、5番手に浮上。さあトップ大湯、2番手に山内、ぐっとついてぐっとついて、さあ序盤から行くんでしょうか。3番手にカーナンバー34番の河野俊介、3番手にカーナンバー34番河野俊介、そして吉田京です。さあ3番手は河野俊介、4番手に吉田京、5番手に山川、6番手に林というオーダー。トップ3が抜け出して、そして4番手以降5台のバトルということになっているんですが、残念なのはこの中に牧野忠介もいない。牧野忠介は今最終コーナーへとアプローチ、先ほどのアクシデントに巻き込まれてしまって、シリーズランキングトップの山田に続きまして2番目に可能性の高かった牧野忠介も大きく後方にドロップをしてしまいました。これでシリーズチャンピオンの行方はますますわからなくなった。レースは始まったばかりです。まだポイントを数えるわけにはいかない、そんな緊迫した三つどもえ。3コーナーから4コーナー、大湯都市機がトップをキープ、2番手に山内美優、3番手に河野俊介、3番手スタートからそのままキープをしておりますが、山内美優に対してビタッとついています。かなりのプレッシャーをかけています。4番手少し離れて吉田京と山川陣也がテールトゥーノーズ、さらに少し離れて6番手争いは3台になっておりますが、この3台の中で上がってきているのはカーナンバー1番の岡田が上がってきています。岡田、最終コーナーでもハードブレーキング。そしてその39番岡田の後ろにはカーナンバー13番をつけています、立川亮太郎がドロップ、そして林周平はさらにその後ろに落ちてしまいました。そしてその後ろが渡辺を先頭としました、ずらーっと長い集団。さあ FP ジュニア、もうチャンピオンの行方はチェッカー振られるまで分かりませんから、ワンポジションでも前に、そういう思いで集中力を切らさず走っていただきたい。周回は4周目に入っています。トップ大湯、2番手山内と3番手河野は先ほどからついたままです。そしてこのトップ3に吉田京と山川陣也もついてきて、後ろから岡田と立山もついてきて、トップ争いは7台に膨れ上がろう。少し離れて8番手には渡辺が上がります。カーナンバー25番渡辺が8番手、9番手に林周平、10番手に清水優太、11番手にはカーナンバー22番の山田龍樹が上がりました。12番手には47番高渕亮、こちらも上がってきました。中盤から後方でもバトルがあります。セカンドチャンスヒートから勝ち上がってきたドライバーたちもぐいぐいとポジションを上げている様子。牧野忠介は現在16番手となっています。さあ勝てば、1位を取ればチャンピオンが確定した牧野、そして山田、山田は出走できずリタイア、そして牧野は現在16番手と苦しいレースになりました。さあ一方残りの6人は上位のところでひしめき合っているような状況。
さあ大湯山内河野、さあ後ろから山川陣也が来た。最終コーナー山川陣也4番手に浮上、カーナンバー28番4番手に浮上、5番手に16番吉田京、4番手5番手がテールトゥーノーズになります。5周終了、6周目3コーナー手前では4番手5番手が少しつくかなと思われましたが、ここはまだバトルには入りません。しかし後ろからカーナンバー39番岡田が来ています。この岡田の存在後ろから感じている吉田はのんびりとは構えていられない。前の山川とのバトルに集中させてもらえないような状況になりました。トップ3最終コーナーへとアプローチ、今トップ3は動きません。4番手には山川、山川もまたチャンピオン争いに残っているドライバーの一人です。1コーナーから2コーナートップ大湯俊樹に対しまして2番手山内龍、周回数は6周終了、7周目中盤に入ったところです。 FP ジュニアの決勝、さあ山内は一体どこで仕掛けていくんでしょうか。多分この状況では山内も計算してこのポジションをキープするというようなそんな計算はねできないと思います。他のドライバーとの兼ね合いっていうのがありますからね。さあ山内ビューは実はポジションをキープすればいいとこ行くんじゃないかというスタッフの計算の結果もちらっとほら後ろに飛び交っているんですけれども、さあそんな状況ではないでしょう。トップ2、大湯と山内、後ろからは河野、しかし先ほどのようにピタッとつけてというわけではありません。逆に4番手5番手、おっと、そしてホームストレートで1台スローダウンをしてしまいました。コンクリートウォールの向こう側止まってしまいました。カーナンバー45番という情報が入ってきました。カーナンバー45番は酒井、トップはヘアピンへと差し掛かります。おっとおっと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 、今なんか4番手のドライバーが怪しげな動きをしましたが、さあ今のは何だったんでしょうか。4番手岡田、さあ山川をパスした後ヘアピンのところのブレーキング、激しくブレークしましたけれども、4番手そして5番手に山川、その後ろに吉田と立山というオーダー。トップ3はついて4番手以降は4台3、4上位陣になっています。集団8番手以降は大きく離れました。8番手は単独でカーナンバー25番の渡辺、さあこれはもうこのトップ7の中でいかに前に行くかというところでシリーズチャンピオン決まってきそうです。カーナンバー30番大湯俊樹は北海道のドライバーなんですけれども、早くから本州の転戦シリーズなどに遠征をしてまいりまして腕を磨いてきたドライバーです。初めてこの本州のレースにやってきた時はまだあどけない雰囲気で優しい顔立ちだったんですが、さあ FP ジュニアのトップ後ろを抑えて今堂々の走りを見せています。一方カーナンバー11番山内龍もキッズクラスの頃からカートに乗っているカート歴長いドライバー、その後ろの一騎打ちも河野に対しまして岡田が仕掛けていきました。3コーナー3番手入れ替わります。3番手カーナンバー39番岡田が上がります。4番手に河野、3番手争いが動きました。さあトップ2が逃げる、そして3番手以降が5台のバトルになる。さあこの状況では山内が有利という情報が上がってきました。さあその山内、大湯俊樹に対してプレッシャーをガンガンかけていきます。最終コーナーのところで大湯かなりアウト側のラインを回っておりました。山内ピタッとついていく1コーナーから2コーナー、
た気力体力、残り6周大湯はキープすることができるんでしょうか。山内じわじわと近づいていく、目の離せないレースが続きます。大湯俊樹現在ランキングは第6位。今シーズン妻恋ともばらという第4戦第5戦で連勝しているドライバー、最後は3連勝決めていくのか。一方の山内美優、開幕第2戦の琵琶湖稲川と優勝しましたが、その後は優勝がありません。ともに2勝のドライバーです。トップもセカンドも今シーズン2勝。おっと山内、最終コーナー手前リアをダートに落としてしまいました。これで前から少し離れます。3番手岡田がじわっと近づいて、さあ岡田もこの山内に勝負を挑んでまいります。2番手3番手山内、これで切れちゃったら岡田にやられるんだが、3コーナーイン側岡田入っていきました。岡田 S 字のところでも前をキープ、2番手に浮上、山内美は3番手にドロップ。さあこれでまた分からなくなってきました。さあこれ山内が今3番手、このポジションだと大湯が逆転チャンピオンになるんじゃないかという情報。ともに2勝を挙げているドライバー、さあ山内はなんとか2位、もうワンポジション上げなくちゃ、チャンピオンは手からこぼれ落ちてしまいます。残り周回数4周、さあチャンピオンは今の状況だと大湯か山内かという状況になってまいりました。さあそして4番手以降もバトルが起きています。山川に対しまして後ろの吉田あるいは河野、そのあたりがぐわっと連なっていきます。3コーナーから4コーナーほぐれまして、山川、吉田、そして立山、河野というオーダーでしょうか。4番手争いが大きく変わっています。さあどうなっていくんでしょうか。残り周回はいよいよカウントダウンに入ってきます。残り最終3周最終コーナーから立ち上がってくるトップ大湯、2番手岡田に山内ぴったり、山内岡田に対して仕掛けていかないとチャンピオンはありません。判定3番手さあピタッとついて微妙な状況。4番手争いは吉田京が上がってきたでしょうか。4番手には吉田京、応援側から山川陣営がまたぐいぐい行きます。山川、吉田、立山、河野というオーダー。河野がヘアピンで飛び込む、河野がヘアピンで飛び込んで6番手に浮上、河野6番手に浮上、ワンポジション上げます。さあ8番手以降が大きく離れていますので、もう終盤はもっぱらこのトップ争いということになりそうですが、カーナンバー30番大湯俊樹、さあ先ほど2番手の岡田とはコンマ6秒だったんですが、今コンマ4秒に縮まってきました。残り2周岡田がスパート、一方の大湯俊樹はちょっとペースが上がらない、この終盤ペースが上がらなくなってまいりました。2番手の岡田に対してコンマ3秒遅いタイム、これはこのままこの周回で追いつかれてしまいそうな、そんな雰囲気。3番手に山内、まだまだ分からなくなりました。トップ2がどんどん近づいていく、トップ争いが3台になっていきます。下り 25R、 さあこのまま集中力を切らさずいけるのか。岡田と山内2台連れ立って大湯を追っています。ファイナルラップどうなっていくんでしょう。大湯逃げ切るか、山内はしかし最終では動きません。岡田の後ろにまだついていきます。山内このポジションだとチャンピオンを逃してしまう。いやーファイナルラップ、1コーナーから2コーナー動かない、動きません。トップ3チャンピオンは大湯か山内か、3コーナーも動かない。トップ大湯、しかしペースの方は上がっていません。
後ろに追いつかれて最終コーナー決着になるのか、ヘアピンで岡田が動くか、あー入れない入れない、これで離れた、離れてしまった、トップ3離れてしまいました、岡田が入れない、これで離れてしまって、さあ山内は、山内はここで抜いたらチャンピオンなんだけど、最終ゴリ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 入って、ちょっと接触で立ち上がりどうか、これは無理、トップ大湯俊樹、2番手に岡田、3番手山内、大湯俊樹は逆転チャンピオン 1.5 ポイント差。カーナンバー30番大湯俊樹、シリーズランキング6番手から大逆転チャンピオンです。2番手に岡田、3番手山内は最後一か八かだったんですけれども及びませんでした。4番手には山川陣也、5番手吉田京、6番手河野俊介。